どうもシャペンです。今回は、時刻は0時を回りまして9月1日になりましたね。ということは、あ、タイトルがやっぱり上書きなんですね。 SAO から、そして出た2回目ですね。いやー、もうこんなんね、もううまいよすぐキングダムに使うって人もう大勢いるでしょう。はい、ということで9月分の10周年オブが配布されたんですけども、これと同時にコラボが始まりました。で、しかもこれ珍しい光景ですね。キングダム超獣神祭、しかもソードアートオンラインコラボっていう、これ並ぶことってまずなかった気がするな。まあこれはね、増えていくのか。やっぱり SAO コラボアルファなんで特例って感じはありそうですけどね。ちょっと SAO 好きな方にとっては割と厳しかった気がするな。まあ一旦決まったことなんで、はい、ここはまずノーリスクですからねこれは非対な確定です。いや、ここから20連はの早いね。これ関係ない。あれ、そんなインストだっけ首久々この我慢演出。どっちから、これが王本かな。今回ね、星4号2人もね強めなんですよね。機動力があるカミーユと、これが盲点。3方向追従型、あ、追撃貫通弾持ってて、で、あと友情ブーストコピー。もうこれ、誰だ、足似合うな、これ。ガチャに相性いいっすね。大きい方がでも一番欲しいな。今回でもちょっと平均値が高そうで、ワンチャンガンダムコラボぐらいの立ち位置を狙える気するんですよね。あ、そっか。ビャッ、うん。初っ端シーンは熱いな。シーンはまあ一応天魔6があって、そっから向こう天送壁ルートでシャルルマーニと一緒に、えい、アジサイいい滑り出しじゃないですか、最初の10連打。とりあえず、あ、でももうこの10周年ホームで表記なくなっちゃうんだ早っ。この黄色を残しておきたい感じもあるんですけど、コラボ演出どこで来るか。おっしゃ、え、すごくない？違うな。あ、え、これ普通だもんな。なんか、確定変数最近すごいな。これは普通の王冠だよね。え、こんななんかヒラヒラあったっけ？これキングダムの仕様じゃないですよね。こんな首周りに飾りあったっけ？この確定、あ、シーン、あ、これローランだよな。ローラン。まあまあ、ここはもう多分控えて仕事もらってるからもう来ないだろうけど。真2体目か。そう来るか。まあちょっと天魔6で使いたかったんで、ワンチャン真2、リムル2の可能性。もう毛が減りつけてめっちゃ耐久できるみたいなことできないんかな。よいしょ。いや、でも今回コンプしておきたいですね。誰かが突出してるというよりかは平均値が高そうなんで。教会も王子将軍も。王子将軍でも一番怖いな。やっぱドレイン M。超バラドレイン勢は持っていて損はない。まあ、あと4、5の2人も、オーファンも盲点も、まあ、しれっと去ってるんです。結構隠れ強キャラ界では有名な気しますね。まあでも、順調にこの2人伸びている。新型よりか。これコラボ演出で、まあ、初っ端確定2回引いてるからなだったらコラボ演出を引けっていうね話ですけど、もうなんか鬼滅で空風でしょ、うんまあね、爆死はしてないんでね、確実に一歩進んでる感じがあるんで大丈夫大丈夫、全然まだこれまだ半分でしょ、まだいける。いや、ただ僕はレイジコラボと相性悪いですからね。もう眠気にコラボの楽しさよりも一回気持ちよく朝でも朝初っ端からコラボを堪能できるっていう良さはある。ああ、爆死したやばいぞ。こっから下り坂の可能性がある。だんだん下ってる可能性があるのか。最初の2連確定演出で。
いや、この2人はちょっと持っておきたいな。いや、ありません。これショッパの確定2回で出しておかなかったからあー、もう目に見えて目に見えて落ちております。あ、でも完成した。とりあえず4、5、2人とも90達成。あとは境界と落ち将軍をちゃんと出す。これ星の間だぞ。なんか違和感発生しろ。ここも出てこない。ダンテエデンテスで、あー、シーンシーンいい顔してんな。もう艦隊できたんだけど、うわ、こ地味は初めてかもしれないな。ここまで偏るにしても、とりあえず1体ずつ出てから偏るとか多かったんですけど、2体出ずに1偏りって。うわ、お、来た、いや、星玉ね、引いた逆になかったっすよ、ゆっくり。あら、あるか、カットインとかでゆっくり。シン。シン。やば。うわ、これ。やってるな。うわ、これ、400だと。今日ピックアップですか、初日から。シン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 。このまま運極までいかないかな。だったら許せる。これやばいことになってますね。シンもう一体出たら終わった方がいいかもしんない。止まれ止まれ、ネズミ小僧やめて。ローやばい、いやばい、今日ガチャが深夜テンションだ。壺が浅い。笑ってんだろこれ裏でなんかいつもにこのガチャリドラも笑ってる気するもん。口角上がってますもんね。ダブルローランにシンが4体。なんだこれは。あー、タルビアンドザリチだ。人気投票かなんか、あ、アゲインかな。あ、違う。もうどれだっけ?10 周年のなんかで引いた。あ、違う。タルビーはホップステップだ。え、これやばいな。しれっと地獄ゾーン入ってる。逆にここまで来たら、出てほしいですけどね、シーン。なんかそういう路線に入ってくるぞ。むしろ。いや、でも欲しい。今回。いや、タンポポ。なんか今日、引けてはいる気するんだけど、なんか、引きがおかしいな。変な路線に行ってる気がする。これが深夜テンションか。これはちょっと前の鬼滅で実感したけど、ピックアップに逃げた方がいいかもしれない。あ、ピックアップに逃げるって表現おかしいか。ちゃんとピックアップを信じて、アンデルセン。なんだこれ。このオーブ使い切る、シンが出る。どっちかで終了。ここでシンが出たらもう今日はやばい。危ない。もうこのガチャが完全に寝不足なんで寝かしますわ。でんな。あ、やば。あ、何このシンメトリー。あ、そっか。ピッ。でも逆にこれピカンチたらちょっと選べなかったんで。境界か王妃を。いや、今ピカンチたら逆にシン選んだかもしんない。それぐらい危ない状況。違うんだよ。どっちか引きゃいいんですよ。終了。強制終了です。はい。ダメだ今日。これやばい。これはまずい。今4分の1いった。ちょ、コンプしたかったんですけどマジで危ない。やば。ってことで、いつかは違う動画に続きます。よかったらコメント欄から皆さんのガチャ結果お待ちしております。あと、次にチャンネル登録していただけると、こんな感じの動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひではご視聴ありがとうございました。写真。